こいつです。はい、これがちょっとこの子が危ないんですけど、定規でこれ黒くなっちゃうよ、油性ペン、シャーペンの方がいい、ボールペン、うん、あ、っていうか、このこんないい定規じゃなくて、もうしょぼいやつで、こことする。はいはい、これがおー2023の7月9、うん、戻します。はい、さてと、どのケーブルが外れたんですか。黄色、昨日サウナみたいになってて、もう大汗かいてさ、汗だくでやばかったのよ。普段あんまりさ、ギター磨かないけど錆びちゃうからね、このピエゾのユニットが。ちょっと脱水症状っぽかったもんな、昨日。Show
初めて本番で使ったイヤモニ。です。今日は、7月9日です。はい。今日はですね、1日レッスンでございます。もう間もなく生徒さんが来まして、空きが30分2回だけあって、最終的に6時ですね。長い。昨日が、イズマティックのライブで赤坂のクローフィッシュっていうところでやってきたんですけども、エアコンが壊れてたみたいで、会場がいやめちゃくちゃ暑かったんですよ。で、会場入りした時にもう暑いなっていう風になってたんだけど、まあお客さんが入ったらエアコン入れて涼しくするんだろうなみたいな感じで甘く見てたんだけど、いやそのままだったからステージ上で、ね、もうなんかサウナみたいな状態になってて、自分はでマイクも全力でね叩いてるじゃない、相当きつかったと思いますよ。で本番中さすがにもうこれフラフラになっちゃって危ないかもしれないと思って、曲数がまだ残り4曲ぐらいあったんじゃないかなっていうタイミングで、ちょっとお水くださいみたいな感じでねお願いして、でちょっと座ってトークしてる間にこうお水飲んでみたいな。危なかったあれは。でまあ無事本番は終えて、まあ無事っていうか無事だったのかどうか分かんないけど、演奏的にはやはりね、いやーきつかった。もうびっしゃびしゃだからさ、ツルツルでもうこの夏のボディと、もうあそこではやりたくない。昨日の演奏まだ見てないんですよね。ちょっと見てみようかな。怖いな。いやもう自分で分かってんだよね。あ、ここをミスった、ここミスったみたいな。チューニングを2回目のリハの後に曲中にチューニング変えるとかやめて、なんかソロとか、レギュラーチューニングにしてソロ弾くとか、で、また戻すとかっていう風にやってた曲があったんだけど、それをやめたんですよ。で、最終的に何今何の曲の何のソロ弾いてるのかが分かんなくなっちゃってでもう何度かね全然違うキーでソロ弾いてたような気がします。もうそういうこといっぱいあったの。もうだって見た目でここが何っていう風にもうそんなにキーを切り替えてたら分かんなくなっちゃうよね。せいぜいさ2つぐらいじゃない。辛そう、すごく辛そうサウナじゃん、ほんとに。もう来るよ。